半米青先生です。人間の上の生物です。人間はね、現実をね、この内容に対して聞けないんですね。私はね、人間の上の生物だから、そちら人間100億人がいつも攻撃してきてるんですよ。まだやんないのかとか人間よく言ってくるんですね。仲間に言ったりとか、こっちに言ってくるわけですね。全員いつも攻撃してきてるんですね。上の生物だから私一人で、ね、防衛してるだけなんですね。で、それがね、そんなにね、大物なのかって相手だって知らない人間が多いらしいんですね。ね。それで、自分たちで仲間でいるような感覚でね、感じで、潰す人いるでしょ、仲間でね。それと同じように潰していくという動きで、ね、将兵でね、潰れますから、人間たちの場合は低知能ですからね。ただ今日肉食生物ですから、道具は使いますからね、核兵器とかね。で、私が話して言ってんだけども、それが抜けてね、また話が聞けないでいるわけですね、私の話がね。で、まだ やれないのかっていうのは、私を殺せないのかっていうことで人間で言ってるわけですよ。常時人間全員動いてます、上の生物だから ね。そちら、目いっぱいで来てんですよ。空いたらもう、私に対して対抗する、ね、戦略考えて動いてるわけですよ、人間が。全員がね、交代でね、できる範囲でね。それが人間、誰も一人も知らないで動くらしいんですよ、それね。人間は頭悪いから。ね。自分たちが思う敵の存在っていうのを、ね、どんなものか全然知らないで攻撃してくるのね。ね、そればっかしですね。自分たちと同じ人間だと思ってるらしいんですよね。で、ね。で、現実しちゃうと怖くなって、絶対頭回らないんですよ、人間たちは。ね、いつも人間たち全員が100億人、ね、以上は対抗してきてるんですよ。殺そうとしてるわけですよ。計画したり作戦練ってきているわけですよ。それ上の生物だからね、抑えてるわけですよね、たった一人で。で、人間よりか頭のいい、まあ仮想的なコンピューターありますから、宇宙にね、それでうまく動かして、ね、安全を確保してるんですよ。で、そのことが分かんないんですね、人間たち。ね。だから、簡単に言うとね、ロボットとかで私が作ったので、分かんなかったら、能力者の上の生物には、宇宙に、生物って宇宙全体で生きてるんですね。ね。で、だから人間が全員味方じゃなくたって、宇宙に味方がいるわけです。上の生物が人間を抑えるね。って分かるでしょ。人間全員だからってね、勝てないものは勝てないんですよ、ね。ただ私は殺されちゃうこともあるわけですけども、後でね、上の生物が対応できるわけですよね。だから注意しないと、暴れようってなると私もやられちゃうからね、上の生物なんで。そちらの野生のライオンだってそうでしょ。ちゃんと人間食べたらね、罰しないとまた真似するでしょ。で、捕まえるでしょ。ね。だからそうにしないように厳しくね、やってるわけですよ。私も人間たちにやってるわけですよ。ね。誰に向かって攻撃してるかって、これ怖いから分かんないで、考えることできないで攻撃してくるんですね、人間たちは。ね、どんなものか知っちゃうと怖くてダメなんだろうから、もう全部クリアして、それも人間全員誰でもそうやって来てるみたいですね。
ね、ただあの人間というのは話したり聞いたりする知能ないんですよ。大勢でテレパシーで教わって話すことができて、動いたとしてもその本人がね話してきたことで動いたとしても700年後に分かるという程度のね曖昧なことで動くんです。これがしっかりしたことになって動くわけですよ。人間たちはね、人間たちはね、ね。で、学校の義務教育でもテレパシーでカンニングしなきゃ覚えられないんです。一人じゃ勉強できないんですよ。知恵が足んないから、脳がないから。人間誰でも、だから人間剥がせとったり名医とったって全部カンニングだから、全然あのテレパシーのカンニングだから全然ね、あの低いんですよ。当然テレパシーで後でね分かんなかったら聞けばいいから、その分勉強してなくてもいいけども、聞かないといけないでしょ。バックにいる人探してテレパシーで教わんないといけないわけですよ。だから他に一人で仕事したって労力かかるから、一人でやったことになんないんですね。カンニングだから、社会出たって仕事全部難しいことできたって一人じゃできないわけですよ。カンニングした相手さね、ストップさせて相談してね仕事しないといけないわけですよ。それは全然分かってないっていうかね、出てまた攻撃してくるんですよ。またまだやつやんないのかって言ってて、私の方を殺せないのかって徹底して言うんだけども、誰に言ってんのかって、相手攻撃する相手ってものは分かってないのということですね、ということです。